Thank you.
タボクンパとレボリューションを始めたいと思います。最後までどうぞごゆっくりご覧くださいませ。じゃあね、早速キャラクターの紹介からいきたいと思うんですけれども、まずは真ん中のキャラクタータボクンです。タボクン、どっかで見たことありませんか？なんとなく見たことあるよって方、ちょっと手を挙げてみてください。お、ありがとうございます。実はこのタボクン、滋賀ふるさと観光大使を務めるアーティスト TM レボリューション西川貴教さんのキャラクターなんです。どうでしょう、西川さん似てますか？似てるなんて声ね聞かれてきましたけれども、タボくんは毎年西川さんが琵琶湖畔で開催している大型野外音楽イベント稲妻ロックフェスの公式キャラクターを務めています。滋賀県のいいところ、そして稲妻ロックフェスをたくさんの方に知っていただこうと、タボくん地道に活動中ですよ。ぜひ応援してくださいね。お次は向かって左側のキャラクター、愛知県稲沢市のマスコットキャラクター、イナッピー。イナッピーのね、頭見てみてくださいね。稲沢市特産の足束と植木、そして体全体はイチョウの黄色、鉢巻きとふんどしは鴻宮裸祭りをイメージして作られた元気な祭りっ子キャラです。なんかね、見た目がねタケノコみたいなんで、よくタケノコのキャラクターと間違えられちゃうんだよね、イナッピー。あら、悲しそうな顔になっちゃいましたけど、ぜひね皆さん、タケノコのキャラじゃないのでお間違いのないようにお願いします。そして最後になりました、この塗り壁みたいなね大きなキャラクター、見たことないですか？本州と四国を結ぶ3つの橋、本州四国連絡橋のシンボルキャラクター、わたるです。なんとなくね高野豆腐みたいにも見えるんですけれども、このわたるくん、橋をしっかり支えている橋脚をモチーフに誕生したちょっぴり恥ずかしがり屋の縁の下の力持ち、見た目からは想像できない軽快なダンスで瀬戸内の魅力発信に頑張っていますよ。今ね、イナッピーが手に何か持ってるんですけど、気づきました？これなんかちょっとペシャッとしちゃってますけどね、そう、ギターです。実はこの3キャラクター、稲妻ロックフェスをきっかけに、あ、渡るが忘れてるよって。そうなの、ちょっとね渡るくん今日ギター忘れてきてて、まさにエアギターになりそうなんですけどね、頑張ってやりますんで応援していただきたいと思います。この3キャラクターね、稲妻ロックフェスをきっかけに踊るキャラクターユニット、タボくんバンドを結成しました。毎年お正月には TM レボリューションの日本武道館のライブにも出演しちゃってるんだよね。そんな3キャラクターなんですけれども、どうしようか、ここでみんなと一緒に早速ゲームでもやろうかな、ね、はい、それでは参りたいと思います。これからやるゲームはご当地クイズゲームです。タボくん、イラッピー、ワタル、あ、どうしたのそれぞれの、ね、ご当地に関するクイズを出しますので、答えが分かった方大きな声ではいって手を挙げてください。いいですか？正解すると素敵な商品を差し上げますよ。それではまず早速行きたいと思うんですが、じゃあイナッピーから行こうかな、ね、イナッピーちょうど真ん中にいましたので、それではイナッピーのクイズ第1問です。イナッピーが今しているこのふんどしなんですけれども、このふんどしは相撲をイメージしている丸か×か。さあどうでしょう、さっきねイナッピーの説明私がしたのちゃんと聞いててくださった方は手が上がるはず。あ、上がりました。じゃあここで白い帽子かぶってお父さん、はい、丸か×か。はい、丸とのことですが、イナッピー正解は悲しい顔してます。イナッピーがあれ、お父さん聞いててくれたって。正解はイナッピー×です。そうなんです、なんかね見た目もねお相撲さんみたいだからね、お相撲さんと思っちゃいますよね。違うんです、あのね鴻宮裸祭りって男の人がみんなねふんどしで参加するお祭りなんですよ。それをね模しているキャラクターなので、お相撲さんのじゃないんですね。ぜひ覚えて帰っていただきたいと思います。さあ、じゃあ気を取り直して第2問いきましょう。第2問、イナッピーの稲沢市の特産品は銀杏である、丸か×か。あ、すごくまっすぐ手上がってる。はい、丸とのことですが、イナッピー正解は丸丸丸、大正解。すごい、よく知ってるね。稲沢から来たのかな、ね、稲沢の銀杏有名。近く、ね、ちょっと残念ながら声が届かないんですけれども、お近くの方なのかな、ね、そうなんです、稲沢市日本一
市の生産量を誇ってるんですね、銀杏が。そうなんです。一応紅葉祭りなんていうのもね、稲沢市で行われているんですよ。さあ大正解でした、おめでとうございます。じゃあ最後、もう何回も前の方の方手を挙げてるのにスルーされてるわ私たちって感じになってきましたので、さあマニアのあなたたちへの問題参りましょう。第3問です。イナスピーの誕生日は何月何日でしょうか。はい、もう後ろの方のお客さん知るかそんなのって感じですけど、はい、じゃあ前のお客さん、はい、行きましょう。じゃあひまわりのお嬢さん大きい声で、11月1日とのことですが、イナスピー正解は。オッケー、オッケー、オッケー、丸、あのね、自分の誕生日から覚えててくださいね。そうなんです、イナッピー平成19年、2007年の11月1日生まれ。ほんと7歳ね、だいぶ大きくなりましたけれどもね、イナッピーの誕生日もついでに覚えていてあげてください。はい、それではイナッピーのクイズ以上です。すごくリラックスしてるキャラたちいるんですけど、次の子どうしましょうか。起きてください。はい、じゃあイナピーが上に乗っちゃったのでいけなそうなので、じゃあ渡るのクイズいきましょう。はい、渡るくんいきます。すいませんね、自由すぎて。はい、じゃあ参りましょう、渡るのクイズです。本州と四国を結ぶ3つのキャラクターの渡る、この3つの橋の1つ明石海峡大橋っていうのがあるんですけれども、明石海峡大橋は兵庫県の神戸市とどこかの島を結んでるんです。さあその島とはどこの島でしょう。神戸とふむふむ島を結んでる橋が明石海峡橋。さあ何島、分かってるかなお兄さん、開けてらっしゃいます。はい、じゃあお兄さん行きましょう。淡路島、渡る正解は。大正解、よくご存知でしたね。そうなんです、神戸市と淡路島を進んでるのが明石海峡大橋ですね。大正解のお兄さんにしおりをあげてください。はい、それでは続いていきましょう、第2問です。渡るがモチーフになっているのは、私さっき説明したんですけども、橋のどの部分をモチーフにしたキャラクターでしょう。渡るくん、さあ聞いてた人上がった、一番最初上がりました。はい、大きい声でどうぞ。橋桁とのことですが、渡るくん正解は。のっとり上がってきて、バツ橋桁じゃない。はい、わかる人。はい、じゃあお姉さん行きましょう。橋脚とのことですが、渡るくん正解は。橋脚なんです。橋脚と橋桁って違うの？私よく分かってないんですけど、はい、なんか違うみたいです。あとで辞書引いておきましょうね。はい、そうなんです、渡るくん橋脚がモチーフになっております。はい、それでは参りましょう、渡る最後のクイズです。渡るの地元神戸で開催されている有名なイルミネーションがあるんですが、そのイルミネーションとは何でしょうか。はい、上がりました、またスッて上がりましたけど、あ、じゃあちょっと待って、はい、じゃあ今手を上げさせられてる感じのお姉さん行きましょう。はい、ルミナリエ、渡る正解は。丸、大正解です。神戸ルミナリエ有名ですね、ご覧になったことある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。はい、それでは渡るのクイズ3問とも終わりましたので、最後タボくんのクイズに行きたいんですけど、すいません、タボくんクイズやってもいいですか。タボくんのクイズ行ってもいいでしょうか。はい、じゃあ本人不在なんですけど、そのまま行きたいと思います。タボくんのクイズ第1問です。今日滋賀県からいらしてるお客さん手を挙げて、県内がほとんどですね。はい、じゃあその方々は手を下げてください、このクイズ参加できません。はい、それでは参りましょう、第1問。滋賀県の県庁所在地はどこでしょうか。はい、県外の方手を挙げて、まさかね、滋賀県の方知らない方いらっしゃるの。あ、すごい、ジャンプして手を挙げたら、はい、お嬢さん大きな声で、大津とのことですが、タボくん正解は。花丸です。そうそう、おめでとうございます。この間やったイベントでね、どこでしょうって言ったら、彦根なんて大きな声で言われちゃってね、違うんですよ、滋賀県、地味なんですけどね、大津っていう滋賀県庁所在地なんですね。もう駅で降りると地味すぎてびっくりするくらいなんですけど、一応彦根じゃなくて大津が県庁所在地です、覚えて帰ってください。それでは参りましょう、第2問です。
滋賀県といえば思い浮かべるのは何ですか皆さん。あのマイクが壊れますからね、やめてくださいね。はい、あのどうしました、裏方さんになってるつもり、あのやめてね、これね、壊れると困っちゃうのね。はい、すいません。滋賀県といえば皆さん思い浮かべるのは何ですか。ですよね、琵琶湖ですよね。その琵琶湖、滋賀県ではね、琵琶湖の日っていうのが制定されてるんです。その琵琶湖の日とは何月何日でしょうか。みんなでカメラが一斉に上がっちゃって全然クイズ参加してないし、わたるね、あのね、よくいじけてるんですけれどもね、わたるくんね、あの今ね、前列でビデオとか撮ってくださってお客様いるでしょ。わたるがフレームアウトして映ってないんですよ。ヒアスピードタバくんばかり映ってて、いつも YouTube 見ては僕映ってないなって、あれこの日僕休みだったかななんてね、最後の方にチラーっとかけらで黄色いのが映ったりするんですけどね、たまに映してあげてくださいね、わたるくんも。はい。というわけで、クイズ何でしたっけ、琵琶湖の日は何月何日。はい、じゃあマスクのお嬢さんいきましょう。7月1日。はい、タボくん正解は丸です。そうなんですね、7月1日琵琶湖の日に制定されております。この日は琵琶湖全体をね、一斉清掃するんですね、漁業関係の方とか。タボくんは参加したことないんだよね。ね、はい、今度は参加していただきたいと思います。はい、それでは最後、タバコのクイズ最後行ってみたいと思います。今日ね、実はあのステージ向かって左側の今イナッピーが売ってるんですけども、タボくんのノートを売ってるんです。タボくんノート、こちらね、あのキャンパスノートで有名な国有さんとタボくんがコラボして出してるリエデンタボくんノートっていうシリーズなんですけど、このリエデンっていうシリーズ、琵琶湖の何かを使って紙にしてるんですよね。さあ、その琵琶湖の何かとは何でしょうかということで、難しいので3択でいきたいと思います。よろしいですか。1番、琵琶湖のヨシを使ってノートにしている。2番、琵琶湖の水草を使ってノートにしている。3番、琵琶湖の足を使ってノートにしている。さあ、どれか聞いたことありませんか。 1,2,3 番どれでしょう。あ、すごく元気よく上がったお兄さん。琵琶湖の、足を使ってノートにしている。タボくんどうでしょうか。惜しい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 。理屈としては正解なんだけど、足ってこっちの方では何とかって言いません。さあ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 、さっき元気よくジャンピングしてくださったお姉さん、また当ててくれって感じですけど、ちょっと待ってくださいね、もうちょっと前に。あ、じゃあちょっとその前で自信なさげに上げてらっしゃる方、はい、メガネかけてらっしゃる、はい。1番、琵琶湖のヨシということですが、タボくん正解は丸です。そうなんです、お兄さん、あのね、足で正解なんですけど、足とヨシって同じ植物なんですよね。そうそうなんですけど、滋賀県の方だとヨシって言うんですって。これ足がね、なんかワロシって、あのワルシって書くイメージを持っちゃうみたいで、ヨシって言い方をわざとしてるそうですよ。そんなね、ヨシを使った製品、これ滋賀県のお土産としてぜひ定着させたいと思っておりますので、皆様ね、こちらでよろしければお求めいただければと思います。さあ、じゃあクイズ長引いてまいりまして、もうイナッピーもすっかり店番の方が忙しくなってまいりましたが、ダンスいっちゃおうかな。またいいですか。はい、あの渡るくんもね、今日は十分に撮影していただけたんじゃないでしょうか。もうね、ここまでお願いしてて、またフレームアウトしてたらショックでどうなっちゃうか心配なんですけれども、渡る、あ、またうつろな目になってまいりましたが、よろしいですか。はい、それではまいりましょう。次のダンスは TM レボリューションの名曲を集めたアンダーカバー2メドレーです。ミュージックスタート。
ございました。さあ、ではここでまたゲームをしたいと思います。これからやるゲームはジェスチャーゲームです。タモくん、イナッピー、ワタル、それぞれのキャラクターが与えられたお題をジェスチャーで表現します。そのお題が何なのかというのを推理してみてください。いいですか？答えがね、分かったらジェスチャーの途中でも手を挙げてくださいね。また見事正解していただいた方には素敵な商品を差し上げたいと思います。じゃあね、順番にいきたいと思うんですけれども、3キャラでいく。はい、それでは参りましょう。何のジェスチャーをするのか、ジェスチャーゲームスタート。なんかもう看板壊しそうですけれども大丈夫ですか？あ、手が上がりましたね。前の方のお客さん結構手上がってますけど、じゃあ今カメラを片手に持ちながらもう片方を上げてるお姉さん、分かりました？違う。はい、あ、じゃあ、一番前の黒い帽子のお姉さん行きましょう。何でしょうか？お、虫捕り。大正解。すごい、よく分かりましたね。今虫捕りだったんですけど分かりました？分かった方、あ、意外といらっしゃるけど決めて自信がなかったかな。あ、分かったみたいよ。よかったね、タモくん頑張ったからありました。あ、これ戻しておいてください。あ、そうですか。はい、分かりました。ちょっとこう、マイク置くよ。はい、すいませんね。はい、なかなか世話が焼けるんですけども、大正解でした。おめでとうございます。虫捕りでした。じゃあね、第2問いきましょう。あの、ミラピー大丈夫ですか？第2問ジェスチャーいきたいと思うんですけれども、はい、あの、すいません、今こうやって動いてから何のジェスチャーやってるのかなと思うでしょう。これ何にも関係ありませんからね。はい、じゃあ続けてジェスチャーゲーム第2問いきますよ。 OK、 3キャラ揃っていく。あ、なんかイナッピーがすごくやる気のない感じの顔になってますけれども、行ってみたいと思います。それではジェスチャーゲームスタート。あ、はい、ジェスチャー終了。さあ、何でしょうか？あれ、全く手が上がる、あ、わかりました、よかった。これ手が上がらなかったらもう一回イナッピーやるようじゃないかと思ったんですが、はい、じゃあまた元気よく上げてくれたお父さん、大きい声で、カンフー、カンフーとのことですが、ちょっとイナッピーのさ、あれじゃない、ジェスチャーすごすぎて、なんか五体操にカンフーとまでしたんだけど、あのね、そんな感じの、そんなかっこいい感じじゃないんだけど、もう一回かいっていう感じで、さあ、じゃあも、あの、精度を上げてやってくださいね。同じことやっても伝わりませんからね。はい、行きますよ、もう一回ジェスチャーゲームスタート。さあ、頑張りました。あ、今度はありがとうございます。みんなわからないのに手を挙げてくださってませんか？もうイナッピー限界じゃないのって感じで、はいって言います。すくうように手が上がりましたが、じゃあさっきお兄さんリベンジでもう一回いきましょうか。はい、駒回しとのことですが、惜しい、回るんだけど、あ、じゃあお父さん竹とんぼ、大正解。そうなんです、あの、演技力が未熟ですいませんね、お兄さん、あの、2回もね、答えてくださったから、あの、愛香ちゃん、あの、お兄さんにもしおりをぜひ持って帰ってください。はい、ありがとうございました。もうイナッピーヘッドヘドです。そんな役回りいつも僕だよみたいな感じですけれどもね、ごめんね、イナッピー、あなたのね、ほら、お得意なジャンプね、いつもジャンプキラキラってやってるでしょ、なのでついついこういう役回りだね、イナッピーに来ちゃうんですけれども、竹とんぼ大正解でした、おめでとうございます。さあ、それではね、そろそろラストのパフォーマンスに行っちゃいたいと思うんですが、いけるんでしょうか、イナッピーくん。はい、タモくんバンドは見に来てくださったみんなで作っていくものということで、いつもはラストのパフォーマンスリクエストで決めているんですけれども、今日はなんと新しいパフォーマンスを用意しちゃいましたので、そちらの方をご覧いただきたいと思います。イナッピーいける？あの、から元気だと思いますが、さあ頑張っていきたいと思います。
ラストのミュージックスタート。まあさら世界へと解き放つそのきらめき、夢を生かし熱がしたたかに明日の風を越える。稲妻ロックフェス、今年は9月の13日の土曜日、14日の日曜日に琵琶湖博物館のお隣烏丸半島芝生広場で盛大に開催されます。気になる出演アーティストですが、まずは PM レボリューション、そして黒夢、シド、加藤ミリア、私立恵比寿中学、エブリリトルティング、メイジェイ、FT アイランド、電波組インク、桃色クローバー Z、NMB48 など豪華な顔ぶれがずらり。今後も続々追加発表されていきますので、オフィシャルサイトでぜひ一度チェックしてみてくださいね。さあ、それではキャラのみんな、最後までステージを見てくださった皆さんにご挨拶をしましょう。ありがとうございました。滋賀ふるさと観光大使のタボくんと、愛知県稲沢市のイナピー、本州四国連絡橋のワタルでした。ありがとうございました。最後にね、キャラクターたちと写真撮影会を行いますので、タボくんたちと一緒に写真撮りたいって方いらっしゃいましたら、お手元